やあ、ミラノシュン。なんすか、なんすか、なんぞや、俺のリーダー。ようこそお越しいただきました。俺らのセリフやけどね、今回の、はいはい、キャンピングカーでスキー旅行に行きます。まあ僕たち仲良く仲良しの今カメラやってる気持ち悪いやん。誰が気持ち悪いねん。マンナンさせていただきます。マンナンたらと一緒に行くんだけど、マンペイさんが運転してくれて。そうね、コーチもキャンピングカーでもうスキー放題して、でスキーまでして、なんと、はい、行けるの。あと、はい、俺もずっと昔からちっちゃい頃からやってたの。無理だから。じゃあ逆に俺一回しかできない。じゃあ5人じゃんけんして、あと2人いけば。2人か。あ、お前ずっと俺勝つから。俺本気だったら裏剣、うん、パイパイ。うわぁ、これが俺の実力なんだよ。やばい、あと1人。マジ、あと1人。バカテンションやば。セッションくん、ジェンクパイ。あ、1個でしょ。いい経験なんで、スキヤまでみんなでキャンピングカーで。イエーイ！スキヤ、スキヤ！ありがとうな、マンペ。ありがとうな、マンペ。ありがとうな、ありがとうな。え、別に。えぐいえぐい。でっか。暗すぎて見えないけど。入りましょうか。えぐいだ。入りまーす。見て。何何何？ペットもあるここに。ガチ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 。水道、ほら、もう食卓、レンジあんだけど。マジやばい。レンジある。ほんまや。エアコンあるってな。エアコン。これでいけんぞ。好きや。これで好きや。これで好きやいけるでしょ。テイクアウトしたらここで食うんや。カンペさんお願いします。お願いします。カンペさんお願いします。ついちゃったね。きたの。おおお。あ、行くぞ。おお、来た来た来た。ガチガチガチ。ああ、腹立つわ、出すよ。やばいよ、超いい天気。もう転んだら死ぬぞ。うわー、この段やばいな。うわ、ちょっと待って、正義がなんかかっこいい。マイクル。あー、ダサくなったわ。ダサいな、カメラ。イエーイ。ん？やばいやつ。やばいやつ。やばい。正義がいないと思ったんだけど、あそこら辺にいるのもしかして。逆光すぎて、何もわからん。あの、分岐のところの間に。そっちやな、今、ガチガチ。ガチ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 。それ何食ってんすか、マンペさんは。ヒレカツカレーや。バリうまそう、これバリうまいで、これ俺と正義のこの服見てもらったら分かると思うねんけど、確かにつらつら黒歴史、黒歴史愛し合ってんねん、ほんまに。もうこの前の無人島でも見せたように。いや、いいよ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 、いいね、いいねいいねいいね。うまっ。はい、どうすか。最高の、あ、最高最後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 。ファーッ。あ、なんて不思議だ。あの方は、あの方は上います。あの方はそこにいるよ、特等席に。見てください、寝とるし。また寝てます。寝てません。あらなんで俺が満足かっていうと、見渡せるじゃないですか、人を。なるほどね。その感じがおもろくて、やっぱ俺みたいな人はやっぱ日々戦ってるから、まあ下だったらこうバキみたいな。バキでいいよ。どういうこと。これもし、もし上に登られてここバコン描かれても、もうこうやって襟つかんで、何を言う、何を言う。これで
キーで腰打ってようわからんくなってた。あ、いや違います。202番、とろろうどんの方。はい、202番。もうええか、いるし。体育座やばい。もうね、風呂上がりのそばがめっちゃうまいから食えるのがもう、うわぁ、いいよ。あ、ASMR や。悔しいよ。うわ、食い方がうまそうなんだ。そばにしたらよかった。これ、ボツに？ボツに。もう、ちょっと、そんなもつには。よこせ、よこせ。食いだ、食いだ、食いだ。クイラン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 クイもつもつもつ、あ、こ、食いな食いな。おい、食いすぎ、お前。下の一番使ってるとこ食いな。あー、これ一番美味しいんだよ、それ。あー、好感度。一番美味しいとこいいんですか。いいよいいよ。うわ、悪い顔してるわ。かな、悪い顔してるわ。おいしい。大輝さん来ましたね。これ音聞いてね、とろろうどん音。なんで音に注目させたの？ん？なんで音に注目させたの？ダメ？普通やで。ええやん。全然普通のトロロ。じゃあトロロ、お前違うんだよ。お前やめてる食事を。じゃあお前やめてる食事をって言う。僕何も殺してないけど。マジでね。はい、ですね。はい、ということで、温泉から帰ってもうちょっと祝杯をね。もうね。もうね、ちょっと一杯飲んじゃったけれども。赤ずきをかわしちゃってるんですけれども、皆さんと乾杯しよう。乾杯がしたい。みんなと。いいんじゃないかということで。はい。俺らマジでアホな24。アホすぎ、マジで。どういうようにもうこのラストナイトですけど。ねえ、最終日ですね、もうね。気持ちよすぎ。マペさんと旅やってるから。あ、そうやな。陽気でやっぱ楽しいから。一番愉快、こんなの。もうちょっとだ。本当に面白いし。もう本当にお茶目だわ。出会ってよかったと思った。お、マジで。まあみんなもそうやって思うと思うんだよな、俺のチャンネル見たらな。あ、褒めたら何も出ないタイプだ。チャンネルと一緒。おはよう、おはよう、朝だよ、元気にしてたかい？なんだいその顔は。頭はめちゃ映ってますよ。かっこいい顔見せてるのかないと。はい、ということで、はい、ちょっと歩いたらね、なんとコンビニもあるということで。そう、結構田舎かと思ったら意外とある、はい、5時に我々3名だけね、みんな寝てる中ちょっとお散歩して深夜のラーメンに行き着くと。この時間のこれはやばい。これやばいですよ。こんな大したことないもんでも深夜に食うとマジでうまく感じる。しみるよね。仲間と食う深夜ラーメンね。そう、これがいっちゃうまいからということでね、赤いキツネタイアップということで。あけじゃねえわ。あけじゃないわ。あけじゃないわ。やめて。誤解しか招かないからさ。紹介した方がよくないですか。もうスパイスカレーね、これ新作だから日清さんね、ぜひぜひ皆さん買ってくださいって。これは割と普通なんだね。おはようございます。おはようございます。今日はもう帰りますので、はい、ゴートザホームね。お世話になった巨大キャンピングカーの外装をちょっと見ていこう。はい、僕たちが乗っていたキャンピングカー、こちら。こちらです。ありがとうございます。すごいね。すごい。こっちや、こっちでして。でかいです。でかいよ。バカでかい。ここにもベッドがあるんですね。ここから上も行けるで。藤原マネージャーなんで、相変わらず。2泊3日のキャンピングの旅も終わりです。いやー、寂しい。俺はあっという間に。あっという間に。皆さんもぜひやってみてください。はい、じゃあ僕に帰りましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。好きになって信じたって、どうせ恋なんて
この一歩が踏み出せない